うまい。メダカさん、匿名の方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 、ありがとうございます。ありがとうございます。匿名の方、ありがとうございます。ピンドンさん、匿名の方、匿名の方、ありがとうございます。うん。匿名の方、匿名の方、匿名の方でも。なんかカレーのルーをさ、カレーのルーを雪にかけて食うとか。匿名の方、匿名の方、匿名の方、ありがとうございます。うん。ああ、お母ちゃんから。ああ、ありがとうございます。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 お前が、あれをどうして今日、いるぞ、アブリッチャー。あー、連続5個。あ、5個っていうか、こんなんなんだ、星5。あ、連続、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 お前が、あれをどうして今日、いるぞ、アブリッチャー。あ、おがちゃん、あ、連続、あ、連続、あ、おがちゃん、あ、連続、あ、連続、あ、おがちゃんが、あ、連続で、あー、星5個、星5個。ありがとうございます。うまい。アモフィーさんもありがとうございます。ああ、3連続、あれ続、あれ続、あれ続で、あれ続で、アショカ、アゴコ、星5、星5、アショカ、有料、カキ、赤キ、ああ、ダマーす。いや、めっちゃ来とる、めっちゃ来とる。うん。うまいわ。うん。なにこれ。シンゴ風属性でしょ。俺風属性だから、俺の下にはシンゴに無料アイテム投げさせるから、シンゴ炎の無料アイテム俺に投げるように、同盟食わねえってこれ。これ偽物でしょ、多分これ。本物だった。え、だってこれ、多分属性とか関係ないでしょ、これ。あ、お母さんさ、あ、特別な方、アメリケリさんは、ケンベリさんもありがとうございます。これだって属性とか関係なくないですか、多分。うん。でも属性ごとにこれもらってんじゃないんじゃない？うん。多分だけど無料のアイテムはおそらくだけど、あれなんじゃないですか。その、なんつうんだろうな。無料でなんかクイズ答えて、あ、ウェルトスさんありがとうございます。多分だけど、その、属性ごとのアイテムがもらえるんじゃなくて、ただ無料のなんか多分、なんとか、なんだろう、なんとかもんみたいなのもらえて、それが、風属性のところで使うと、風属性のモンスターが召喚されて、炎のとこだと炎とか、え、違うの？そういう仕様じゃないの？それとも、風とか炎とか、それ別々、別々である、ある。うん。え、わかんない。そこら辺よく見てないんだけど。うん。あれは、キャンサーさん、リノチャムさん、特命の方、チーちゃんも、アイブレットさんも、ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます。え、関係ないよね、多分ね。チーちゃんさん、ニアさん、あー、お母ちゃんが、あー、ここ、あ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 れぞくれ、あ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 ー、お前が、あれだって決めたと、あれだっえ、多分違うんじゃないの？うん。え、属性別なのこれ。属性別なんすかこれ。わかんないけど。うん、あれは、キャンさん、おきどき、あ、おきどき、あーらーす、おきどきさん。あ、おかしいわ、お前が、あら、ロスで今日、あれじゃ、あれじゃ、あれじゃ、あらーみな、みな一日、風水、ん火水、風で9個持ってる。どういうこと一日、火水、風んどういうこっちゃ。あれさんにはさ、ありがとうございます。え、なんかその問題かなんかをクリアしたときに、なんかあれなんですか、その、火と風と水ごとになんかもらえるってこと？一個一個別々のが。どういうこと？そういうことなんですか？うん。あー、匿名の方ありがとうございます。うん。あー、匿名の方あれば。属性ごとに、
3個ずつ投げられる。あ、そうなの？あ、匿名の方！みーたんさん。ありがとうございます。うん。あ、そうなんですか。まあ別にいいっすよ、全然。そうだとしたら。じゃあ、な、俺が言ってどんだけ来るか知らないけど。じゃあこの、まあちょっと俺もあんま好きなやつではないけど。あんまアイラさんのこと好きでもないですけど。うん。まあ別にそこまで嫌いでもないですけど。まあ、ケンオジみたいな関係なのかね。俺とケンオジみたいな、多分嫌、まあでも嫌いなのかな、どっちかちょっとわかんないけど。ゆうさくさんだな。うん。まあケンオジほどあれじゃないんだけど。じゃあ、そんなに言うんだったら、まさか、アイラさん、それなりに、無料のアイテムを俺に投げれるんでしょうね。リスナーそんだけいるんでしょうね。うん、あ、ゆきおさんです。まあいいや、じゃあ、アイラさんのとこ投げてくればみんな。よくわかんないけど。なんか、別々に、風、炎、なんだっけ、水だっけ。うん。で、俺、風だから、その、A さんは風、炎か。炎らしいんですよ。うん。なんか別々らしいよ。俺あんまり今回のイベントそんな見てないの。でもなんかそうらしいんで、じゃあ炎のやつ、A さんに投げてくれよ、みんな。うん。あ、匿名の方でございます。うん。あ、そうなんだ、これ知らなかった、俺。一緒なのかと思ってた。うん。うん。やっぱこのカレーにね、卵入れ、上乗せてね、ソースかけるのうまいな。いや、俺今回ね、もう正直あんまりアイテム投げてくる人がもういなくなってるし、なんか他のニコニコにね、ニコ生の、あれですよ。なんだっけ、ニコ生のクリショーに力入れようかなと思ってたから、まあでも、直近のお金が来ないから、まあ多少はやろうと思ってんだけど、こういうふわっちとかも。あんま、もうそこまで期待してなかったから。うん。あ、匿名の方ありがとうございます。そんな来ないと思ってたから、なんか別にそんな1位取りたいとかっていう、なんかそんな、あれも言わないしっていう感じだったんだけど。ただ召喚くださいぐらいで、まあそれなりに10位ぐらいに入れればいくらかもらえるんですよ。まあ10位内に入れたらいいなぐらいに思ってたから。こんな、今回がっつかないでよそうかなって思ってた。あ、匿名の方になります。うん。まあ、君たちも、A さんのとこ行って投げてくれば無料の、非属性のやつ。まあ、あんまり喧嘩ばっかしててもしょうがないからね。うん。俺も、まあ、A さんってなんかいつも言ってたから A さんってなった。アイラさんのね。あ、姫さん。ムンクさん。A さん、タンサさんでございます。俺も別にそんなね、配信者同士で喧嘩とか好きじゃないんで。まあ、ただマンスリーの時はね、競い合ってたから。まあ、敵みたいな感じにはなってたけど。まあ、敵っていうかさ。うん。まあ、競い合ってたからさ、そういう風になるじゃん。敵でもないけどさ。まあ、敵なのかなわかんないけど。まあでもずっと喧嘩でもないけど、それのまんまも嫌なんで。うん。あつんさん、ペコさんになります。まあ俺もね、あんまし、うん、そんな喧嘩とか好きじゃないね。いや、君たち、あ、俺からって言えよ、ちゃんと。俺からね、関慎吾から来ましたっつって、A さんのところに君たち無料の炎のアイテム投げてきな。アイラさんのところに。風のは俺に投げてください。だからね、風と炎とか属性によって違うんだって。だから、炎のやつは、あれですよ。光当てまくって、鼻が見えない人のところに投げてきて。うん。あつんさん、匿名の方。パチプロさん、あれです。匿名の方。さくらさんも。ありがとうございます。ポチさん、匿名の方です。